たわ。こそこそこそりんご。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。よっ、炭酸飲んでる。青木かのんの秘密箱へようこそ。本日は私の成人式エピソードをお話しします。イエイ。最近ね、こういう話系の動画多いから、ちょっと外に行く動画もちょこちょこね、これからまた上げていければいいかなと思ってます。じゃあ話していきますね。もう先日私成人式の日に渋谷に行ったんですけども、羨ましかったんですよ。やっぱりね、その私が成人式だった日はもちろん当時は男の子で、しかも家出中だったんですよ。だから住み込みの中華料理屋さんとこで、こうやってニュース見ながらね、ああ今日成人式なんだな、羨ましいなと思ってね、こうやって見てたの。でその日はね、もしかしたら皆さん記憶にあるかもしれないんですけども、大雪だったんですよ。なんか観測史上最大みたいな感じ言ってたのかな、山手線が止まるぐらいの事件だったみたいで、まあ、それが多分皆さん印象にあるんじゃないでしょうか。で私はその当時は、まあ、なんだろうな、性別の移行を、まあ、しかけてる感じの段階で、なんか襟足だけ長い、まあ、少年、まあ、どっちかっていうともう中性的な少年なんですけど、まあ、そういう感じだったから、全然ね、女の子の格好をしようなんてね、全然できなかった。で、当時ね、街中歩くその振袖の子たちはなんかスニーカー履いてる。ですよ、雪だから。だから見ててね、うわこんなミスマッチなんでもうかわいそうだなと思ってね、うん、嫉妬しかないんですけどね、そういう感じで見てました。で私が今後いつかね、この YouTube でやりたいことは、振り袖を着て視聴者さんにお届けしたいっていうのも、うん、密かにね私の目標ではあるんですよ。で、まあ、今回私が何を言いたいかっていうと、地元に帰れなかったの。要は私は当時野球をやっていた少年で、どっちかっていうとこういう今の姿になるような要素を見せてなかったんですよね。なら地元でもカミングアウトした時に、いやお前冗談でしょみたいな、いや全然まさかっていう感じだったんですよね、反応的に。まあジョニーは全然違かったんですけど、大体がもうそういう反応で、逆にああいう陽気なキャラだったら、ああもう全然お前はお前だし変わんないからいいよみたいな感じで受け入れてもらえると思うんですけど、もう真逆すぎて逆にみんなに惹かれてしまったんですよね。あ全然でも友達は全然あれですよ、ただえマジかみたいな、大丈夫っていう本当の真剣な風にねみんななってしまったから、あこれはもうちょっとダメだなと思って、私は連絡をね、家出と同時に絶ったんですよ。実はね、私地元に帰れるようになったのも数年前の話で、それもちょっと別の番組で、なんか青木かのんの地元密着みたいな、まあそういう取材で、みんなとね、なんて言うんだろうな、橋渡しを番組スタッフさんがしてくださって、それでまた今のような関係に戻れたんです。だからね、それまでは本当にもう家出するぞみたいな、僕は女になるんだからっていう感じで、もう LINE も全部消して。それで、住み込みのアルバイトみたいなの始めたんですよね。で、まあ今の感じに至るわけです。でね、そのアルバイトしてる時に、まあもちろん男の子で、で、外でね、こうやってビラ配りしてたんですよ。そしたらね、地元のその連絡立ってる最中の友達に会って、お前何やってんのみたいな。女になったんじゃないのみたいな。すごい気まずかったの覚えてるんですけども。まあ、それがね、実は、ジョニーなんですよ。激辛ジョニーのね。最近、私がツイッターでジョニーのね、やつ、いいねしたりとか、なんかリツイートしてるから、なんかツイッターのエゴさ、私たまにするんですけど、かのちゃん最近、なんかツイッターにジョニーの出現率高いから、なんかフォロー外そうか悩むみたいなね。もうごめんなさいね、本当に。
友達だからちょっと力貸せたらいいなみたいな感じのテイストで私はやってるだけなんですよ、うん、あそう話ちょっとごめんなさいね、それてしまって。で私この前お父さんと久しぶりに再会したって言ったじゃないですか。でお父さんに久しぶり言われたのが、あやべえごめんなさいね、久しぶりって一回見ちゃったよ、3回目だ。あのお前女風呂に入ってるのとか、あとは街で歩いてて二度見とかされないっていう感じに言われたんですよ。でやっぱり少なからず私もこうやって YouTube で活動させてるわけで、あさかやばいやばいやばい、活動させていただいてるわけで、ちょっとは自信が自分についてくるわけですよね。街中で二度見されるっていうのは何、視聴者さんに気づかれたってことって、うち自然な感じで聞いたら、いや違うよ、お前が元男ってことに対して気づいて振り返る人いるんじゃないのみたいな。でお母さんは、いやそんなことないわよみたいな。お母さんどっちかって、いやあの子もう女子じゃんみたいな、全然お母さんから見てもわかんないけどねって言うんですよ。でお父さんは、そうなんだみたいな感じで、なんかそわそわした感じで言ってたから、うん、まあやっぱ父親的にはいくら姿が変わろうと、うん、青木は青木だったなっていう感じなんですよね。で、まあ、その振り袖の話とじゃ何が関連性あるかっていうと、まあ、家族にもねちゃんとこの振り袖姿をねいつか見せたいなと思ってるんですよね、 YouTube の企画で。また家族を利用して再生数稼ぐのかって言われちゃうけど、いや違いますからね、もう本当にっていう感じで、私は今こういう作戦をね目論んでおります。ただ私が一つ言いたいのは、 YouTube ってある意味その生きた証を残せる宝箱だと思ってるんですよ。これがねいくら絡んでこようとも、その一つ一つの手じゃない一つ一つの動画に、なんか日記みたいな感覚で私は思いが詰まってるんですよ。だからね、 YouTube を始める前まではなんかその日何を過ごして何を食べてっていうのがあんまり私の中では鮮明に覚えてないんですよね。多分記憶力が乏しいからかもしれないですけども、でも YouTube やってから、あの3年前に撮った動画は朝こんな感じで支度をしてこういう風に思いながら撮ったなっていうのがね、覚えてんですよ。やっぱり編集に時間をやっぱりそれなりに一個一個かけてるから、うん、結構ね大事ですよ。覚えておくっていうのは、生きた、うん、一日一日覚えておくっていうのは私にとっては、あ、重要なんだなって。何気なく過ごしてる一日でも YouTube として記録に残すって、まあプライベートの切り売りっていう部分はあるんですけども、でもそれが、うん、例えば、うん、そうだな、私の子供、まあ生物学上私はもう無理ですけど、子供作るのは、例えばだけども、私の子供がね、いつか大きくなって、あ、私の、あ、俺のお母さんはこういう感じだったんだなみたいな、こういう変顔とかしたりとか、あ、知ってたんだな、恥ずかしいけど、おお、こういう、いや、ちょっとやばい、落ち着が見つかんなくなったらこの辺でちょっと、ね、差し控えておきます、この話はね。やばいな、ちょっと話のネタが全然ちょっとつけてしまう、どうしよう。うん、あ、やだな、本当にやだ。どうしようオチが見つかんないよ。成人式、父親から家族から、もう家
から何に発展すればいいんだ。自分が思ってること、自分が思ってることは、自分が思ってること、家族を、そっか、やりたいこと、そうだよな、そうだよね、うん、そうだ、それがやりたい、やりたい、うん、OK、よし。でね、私の夢があるんですよ。そのさっき家族にね、振り袖姿を見せるって言ったじゃないですか。あと一つが、成人式に実際に、なんていうの、潜入する。振り袖着て。でもね、一人だけ、まあ来年もしやったとしても、まあ27歳じゃないですか。27歳差で、二十歳の子たちに混じっても大丈夫かな、バレずにいけるかな。なんかそういうのやってみたいですね。めっちゃ面白そう。犯罪じゃないかな、それって。多分、そうだ、大丈夫。まあそういう感じで私は目標をね、まだ持ちながらこれからも活動していこうと思います。終わり。もしか、もしこの動画が、あ、違う、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。高評価ボタン多いと YouTube の成績が上がって、関連動画にね、乗りやすくなるんですよ。広告収入とか全く関係ないですよ。で、あえてね、そういう裏事情をね、話しちゃうのも、いいんじゃない？Twitter、Instagram、そしてサブチャンネルも、毎週土日、たまーに平日も更新しておりますので、ぜひチャンネル登録お願いします。また、次の動画で、お会いしましょう！もう一回言おう。また次の動画でお会いしましょう。